節約大全公式チャンネルの小橋です。昨日の動画で社大サンデーの申し込みをやりました。その申し込みをした馬たちのポイントっていうのをまた話そうっていうことで終わってたので、はい、今日はその今回申し込みを決めた馬たちのポイントについて話をしていきたいと思いますので、まあ、どんな風にね、どんな狙いを持って僕は、今回の社大グループの馬たちを申し込んだのかっていう話をしていきますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。はい。で、このチャンネルは、一口馬主系のチャンネル、動画は、今はちょっと毎日ね、いろいろ更新していこうっていうふうにやってますけど、まあ、それだけじゃなくて、節約大全という名前なので、節約系のお得動画っていうのもたくさん上げてたり、あと旅系の動画もやったりしてますので、ご覧になってみていただけると、嬉しいです。はい。で、今回ね、決めた馬たちのポイントということで、まあ、時系列がちょっと、前後しちゃうんですけど、こういうツイートがありまして、はい、ミキスキさんという方にツイートさせていただいたツイートなんですけど、40口の出資馬がダービーを勝つまでは続ける、そう言い聞かせて15年やってきましたが、シャフリーアールが長年の目標だったダービーを勝利、命名馬グランアレグリアは G1 を勝し、多分自分の一口馬主人生で今が一番のピークなのは間違いっていうさ、こういうツイートしてる人がいて、うわすげえなと思ったんですよ。これでダービーを取るっていう、この40口でダービーを取るっていう明確な目標を掲げて、それに向かって15年やり続けてきたっていうことじゃないですか。僕は正直そういうなんか出資馬、今までの出資馬選びで明確にそのどのレースを勝ちたいかとか、この馬に出資するにあたってこの馬はどんなレースを狙ってほしいからこの馬に出資するみたいな、なんか目標を持って出資したことってあんまりなくて、あ強そうとか血統が好きとかあるんだけど、この馬がどういう活躍をしてくれそうかみたいな、こう未来予想図っていうの、その描きながら出資したことってないんですよね。雑多にこうバーって選んで、あ良さそう良さそう良さそうでポンポンポンと持ち込んじゃうみたいな、ばらまき方というか、たくさん出資する人にありがちなのかもしれないですけど、まあ、深く一頭に対して深く考えずに、まあ、何か買ってくれたらいいなってところで出資を決めてしまうっていう、まあ、そういう感じだったんですよ。このツイートを見て考えたわけじゃなくて、そういうふうにこう考えてたところにこのツイートに出会ったっていうのが、まあまあ時系列的には正解なんだけど、20年産の馬、今年出資する馬からは明確にその目標っていうのを明確にして臨んでいきたいなというふうに思ったんですよ。はい。でもちろんやっぱりこう何を目標にするかって言ったら、そのテーマはそのクラシックを狙えそうな馬ですよね。じゃない人ももちろんいると思いますけど、まあ僕はそこやっぱりクラシックを取れる馬、一口馬主ってその個人と違ってやっぱ、大手のグループ、ノーザンファーム、社大ファームのグループの両決馬に、出資ができるっていうで、クラブもたくさん G1 を勝っているし、クラシックも勝ってるっていうことだから、そういう大きなレースを勝てる馬に自分が出資できるっていう、そういうチャンスがあるわけだから、じゃあそこをやっぱり狙いたいなという、まあまあまあそういう気持ちでね、クラシックを狙いそうな馬というのをテーマにしてみました。最近のね、ダービー&オークスっていうのはどんな馬が勝ってるかっていう、その分析ね、一応軽く傾向を分析してみようみたいな動画って出したじゃないですか、月曜日だったかなに出てると思うんだけど、でその動画もいろいろこう前後して、なんかその前に馬選びの動画がいろいろ出たりとかってあるんだけど、僕がその今の社大サンデー、あ今回の社大サンデーの募集馬を見て出資馬を決めていくにあたって、やっぱそういうのをこう思ってたから、だから、そういう気持ちで、まあ先にね、あの動画撮って、で出て、だけど今話すのは初めてみたいな、なんていうか、ちょっとあのテレコに、いろいろテレコになっちゃってますけど、まあ、やっぱその自分 の, あの気持ちがやっぱりこういう動画に出てくるじゃないですか。だからまあそういうことなんですね。なので、ああいう分析の動画とかもやったんだけど、まあ、その今回の出資した馬っていうのは、まず血統的に、馬体のことは僕は分かんないんで、血統的にはそのトレンドに沿うような選び方っていうのをしています。ボバは、ダービーを狙う。ダービーを狙う。最近のダービー馬っていうのは、そのスピードのある馬系に、そのキレッキレの瞬発力になるお父さん。オークス、牝馬っていうのはちょっと重めのステイヤー血統がいいよっていう、そういう話を、ね、したんですけど、そういう馬が、ダービーオークスを勝ってるよ。ここ5年ぐらいね。ダービーオークスの勝ち馬とか、その上位に来た馬たちっていうのを見て、そういう傾向があるねっていう話をした動画なんだけど、まだ見てなかったらぜひ、ってこう、アキラさんの口から出てきたサムネを見てください。はい。今回僕が出資した馬に関して言えば、サンデーが牝馬ですよね。で、社大と G1 がボバ。まあ、社大、オーナーズに関しては、ね、地方競馬なので、地方は、まあ、ちょっとあれ置いといて、社大、サンデー、G1 の3頭ですね。はい。で、サンデーのベルスリーブ20っていうのは、血統がここにありますけど、母系が重め、母父シンボリクリスですよね。で、その母父が、まあ、チーフズクラウンという感じで、非常に重厚なんだけど、チーフズクラウン3区って、その、男児比の系統なんだけど、まあ、じり足な中長距離馬がすごく多かったんですよ。例えば、エルコンドルパサーが勝ったジャパンカップで4着だったチーフベアハートみたいな、そんなのが代表3区になってくる。で、そのチーフベアハートの代表3区も、天皇賞、春、ステイアーズ・ステークス、日経賞など勝ったマイネル・キッズとかね。そのあたりですから。まあ、明らかなステイヤー血統ですよね。
で、そのお母さんのベルスリーブっていうのがそもそもダートで活躍した馬だし、ジャスタウェイ産駒のそのお姉さんベルボーグっていう、まあ、あのね、カントオークスって言ってましたけど、まあまあ、そのカントオークス出てる時点でもうダートで走ってますので、その今回のねベルスリーブ20ももしかしたらダートで使われるっていうこともあるのかもしれないんですけど、そのダートの中距離と芝のステイヤー決闘ってなんかもう紙一重な部分あるじゃないですか。どうなるかはちょっと本当に紙一重だと思ってるので、そこはその新種王のリアルスティールがどんなタイプになるか、ね、ディープの系統だし、ミエスクが入ったハーシストンキャットのすごい、まあ、まさにこうスピード決闘なので、ボケも、はい、まあ、そこはもうどういうタイプになるか、クラシックを狙える決闘になってくれるっていうことに期待する。そもそもね、あとね、あの現5歳で、あの先日のね、あのシャムロックヒルが勝ったマーメイドステークスにそのハーツクライ産駒の、お姉さん出てたんですよ。カセドラルベルっていうお姉さんがいるんですけど、それがまあベルスリーブのね、ここで出てて、でそれは12着だったんですけど、カセドラルベルに関しては、芝の中距離タイプに出てくれてるので、まあ、そういうタイプになってくれれば、オークス狙えるじゃないかなっていうイメージです。そういうイメージを持っています。でこれが3で、シャダイと G1 に関してはボバなんですけど、やっぱどちらもそのボケのスピードを意識してここ数年の、まあ、ダービー馬の血統構成というのをね狙ったという感じですね、うん、でシャダイのダンサーミーガ20っていうのは、その昨日も言ったんですけど、ダンシングキー品系ですよ。ダンシングキーでね、ダンスパートナーとか、まあ、ダンスインザダークとかもそうですけど、ダンシングキー品系の本家じゃないですか。ダンスパートナー、まあダンスパートナーの直系になってくるので、この馬は。で、さらにお母さんはマイルまでの距離で活躍した桜爆心王産駒なんですよね、ダンサーミーガっていうのは、はい、で父がエピファネイアです。今回父の産駒っていうのは、まあ、今年実際にねダービー花さん2着だったり、フォーレがエピファネイア産駒ですし、ダービー馬がずらっと入ってね、スペシャルウィークが入ってたりっていう、まあ、そういう血統じゃないですか。でまあまあ父もねダービー2着で、フォーリアも2着で、まあ、シンボリクリスティスも2着でみたいなこといろいろ言われてましたけど、はい、まあまあ一応そのクラシックダービーを狙える血統としてはまあ文句はないのかなというふうに思っています。血統のね検討をした時に関してはちょっと、エピファネイアはまあまあロベルト系だからちょっと違うかなみたいな話もしてましたけど、ありはありでしょう、2着に実際になってるからね。でこれが車台で、 G1 のそのヨナグッチ20に関しては、まあそのアキラさんとの検討動画でも話した通りなんですけど、その亀谷さんが言うところの走る絆産駒の条件に合致するボケがアメリカ型っていうタイプですね。はい、結構がこれです。この条件っていうのはもうそっくりそのままそのダービー馬の条件にもあの当てはまるわけじゃないですか。ボケがアメリカ型のスピード系統にディープっていうのが、ここ4年のダービー馬はそんな感じですよっていう話をしたと思うんだけど、今回のお母さんのヨナグッチっていう馬はアメリカで、ロックハロン 1200m でね、約、ロックハロンのリステッド競争に勝ってて、あと7ハロンの G1、スピナウェイステークスの3着という実績があるんですよ。あの完全にアメリカのスピード型ですよね。あとはあのね、お父さんの絆はダービー馬だし、そのダービー、その父、絆のお父さんはそのダービーの申し子ですよね。ディープインパクトだしっていう感じで、まあそれでこうそのあたりにこうちゃんと合致する馬を選んで出資したって感じですね。特にそのヨナグッチ20っていうのは、まあ、4泊流星でね、そのなんかね、アキラさんとも話したけど、すごい気品のある姿をしてるし、まあ、雰囲気あるなっていうふうに、思って、まあ、ぜひね、追い分けファーム初のダービー馬、追い分けさん初のなんかダービー馬を取ってほしいなという、そういう願いを込めて、まあ、あの今願うのはね、もう勝手ですから、それぞれの。はい、そういう願いを込めて今回は出資をしました。全部がねトライアルにも出てくれないっていうことになるようであれば、皆さんが謝罪をしますので、はい、僕らの一連卓上プロジェクトという、はい、そうです。まあ一応ね、あのしっかり考えて申し込みましたよっていうことが言いたくて、今回ポイントの話をさせていただきました。はい、というわけで終わりです。今日の話が面白かったらぜひいいねと、チャンネル登録をね、明田さんどうも面白かった、ということで、今日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。